こんにちは、近藤千尋です。今日はですね、誕生日前日ということで、前々からひーぼーくんとこの日はあの休みを合わせてデートしようって約束してたので、今日は一日デート Vlog 撮っていきたいと思います。まずはですね、トワミを送ってコーヒー屋さんでコーヒーを買って、今日のね、これアウター可愛いでしょ。この服はですね、シーニューヨークさんって言って、私がよくプライベートでもテレビの衣装でも着させていただいてるんですけど、それを買いました。ここ切り替えになってて、ちょっとなんか手作り感があるようなお洋服です。ここのお洋服着てるとよくひーぼーくんがさ、お母さんに縫ってもらったの。ひーぼーくんがいつもそうやってね、バカにしてくるんです、モデルの服を。バーバーがトワミに作ってくれる、いつも手作りの服を送ってくるじゃないですか。はい、そのテイストに似てるのよ。それ別にだクオリティが低いからっていういじり方じゃなくて、バーバが作ってくれる仕上がりに似てるの。今日も一日楽しみましょう、イエーイ。ちょっと映画の時間まで時間があるので、ひーぼーくんのお買い物に来ました。何を買うんですか？ダウンベストなんかいいんじゃないかな。もうね、暑いからね、暖冬だもんね、日本。そういいのがありますように。俺はもうめちゃめちゃ久々よ、ね、1回だけ来たことあるけど、お祝いの時とかによく使わせていただいてるんですけど、うん、はい、六本木ヒルズにありますね、はい、今日はママの誕生日です。イエーイ、ハッピーバースデー。明日だけどねそう、明日はちょっとねお仕事なので、今日はちょっと1日早めのね。ママ何歳になったか知ってる？何歳？そうか、え、知ってた？パパは？パパは5歳。え？ラビット、ラビット、ラビット。どう、心境の変化は？まあでも何も変わってない。30代になる時の方がやっぱあったか、それは29から30になる方が。そうだね、33ってすんごい大人だと思ってたけど、何にも変わってない、うん、考えも中身もシワが増えたそんなことないよ。だってひーぼーくんと出会ったの24、5でしょ。そうね、24とかか、うん、もう9年経つわけじゃん、うん、変わった？どっか変わんないね、確かにね。なんか大人になって気づくよね、でもね、見た目、顔、やっぱ前髪が斜めじゃなくなったから。これとこれね、一緒なんだよ。スピバング、スピバングだったね、うん、ギャルモデルですからって言っても、あの当時は。そうだね、うん、今はもうギャルおばさん。ギャルおばさん、切れ目だったちゃんと。すごいよ、大人。今日でね、32歳終わるので、いっぱい飲みたいと思います。今日ぐらいはね、はい。あら、スペシャルゲストが来た本当にこれ顔隠さずに流したいわ。前菜でーす。パパは？僕はこの3種類です。タコ、ね、こういういいレストラン来たらもタコ食えたこういうところタコ絶対うまいから。わー、みゆちゃんのフライス。ケチャップだけ飲めない。ダメダメ、ちゃんとちゃんとご飯と一緒に食べてください。いただきますした？せーの、はーい。とりちゃんはミートペンネです。美味しいです。あ、可愛い。どうですか？あの、香りが鼻から抜けます。知ったようなこと。それでも香りは鼻から抜けるのよ。ミュウです。ミュウです。ミュウちゃんです。抜けた一杯目、はい、乾杯。チュアーズ。チュアーズ。ミュウです。トワです。ママです。ひーぼーくんです。今日はご飯食べてますよ。じゃじゃーん。
ママとトアとお家帰るです。パパはウニとマイタケさん、クリーンとレアチーズケーキと間ピスタチオとイチゴの方を食べます。はい、ミユとはなんか聞こえるよ。いやハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアママ、ハッピーバースデートゥーユー。いつ買ったの？サプライズ。いつ買ったの？ね、だって今日パパずっとデートしてたじゃん。そうだよ。いつ？花って花屋さんにちゃんとお願いしたら、うん、2日以上持つような状態にしてくれるの。隠してたの？そうだよ。部屋に？ん、ベランダ、涼しいとこに置いておかなきゃいけないから。カラスに食べられたらどうしよう。ありがとう。ね。サプライズしてくれたの？ママの大好物サプライズ。はい。かわいい。娘&パパからです。ありがとう。いいえ、最高の幕開けでございます。幕開け。あ、33歳のね。33歳の33歳の幕開け。変わった表現の仕方だけど嬉しいってことでいいのね。ありがとう。33歳のママに何か一言お願いします。33歳さんありがとうございます。はい、みーもハッピーバースデーのママに、ママに何か一言言ってください。さっきご飯食べてるときにミユがママいつもありがとうって言ってくれたんだよね。うん、ミユもう一回言って。めんどくさい。2回目はめんどくさいです。あれ？それは何？これノンスタイルの井上さんの結婚祝いのうち祝い。明日から33歳になるので、はい、最高の前夜祭でした。はい、次の動画も見てね。さようなり。 YouTube だからさようなり。さようなり。